こんにちは、川野優馬です。今日はですね、僕が世界で一番好きなコーヒーショップであるオーストラリアのメルボルンにあるパトリシアというコーヒーショップの豆があるので、これを入れていきたいと思います。パトリシアね、めっちゃ最高なんですよね。本当にメルボルンに行った際にはみんなに絶対に行ってほしいコーヒーショップなんですけど、まあ中心の駅から、まあ、歩いて行ける距離にある、まあ、割とこう場所的にはいいんだけど、ちょっと路地入った路地裏みたいなところにある小さいお店で、店内はね、お客さんがまあ10人入ったら結構いっぱいぐらいの、小さいお店なんですけども、本当にみんなに愛されてるお店なんですよ。何がいいかって、もちろんコーヒーがうまいのは当たり前なんだけど、サービス、ホスピタリティが本当にすごくて良くて、本当行くだけでめちゃくちゃ元気になれるお店です。やっぱりコーヒー屋って、まあ、コーヒーを売ってるお店なんで、僕らからするとコーヒーを飲みに行く、コーヒーってものを求めに行く、それを買うっていうのが、まあ、目的になるかもしれないですけど、やっぱりね、コーヒー屋って僕が思うのは、その美味しいコーヒーを飲みながら、その美味しいコーヒーがある時間を通して元気になったり、気持ちが切り替わったり、まあ一日楽しいなと思ってもらえる、そんなエネルギーをもらえるような、そんな時間がね、まあ、コーヒー屋に行くすごい意味だし、やっぱり結局人なんですよね。サービスなんですね。人がまあコーヒーを手渡したり、ちょっとこうお話しするっていうところに、コーヒー屋の価値はすごいあるなと思うので、まあ、それが一番体現されてて、目指すべきというか、あるべきコーヒー屋の姿がこのパトリシアなんです。本当にね、見てほしい。このね、サービスというか人の感じ最高なんですよね。でもちろんその、めっちゃ忙しいお店でずっとコーヒー作り続けてるんですけど、その合間のバッチブリューとか合間のエスプレッソとかめちゃくちゃ美味しくて、今回はまあドリップで入れるフィルターローストのエルサルバドルパカマラ品種があるので、まあ、入れていきたいと思います。先日ね、そのパトリシアのマネージャーをやっているマドカさんという方がいてですね、一緒に東京でカッピング会をして、他にもいろんなオーストラリアメルボルンのコーヒーショップの豆を持ってきてくれて、僕らの焙煎の豆と一緒に並べてカッピング会をやって、30人くらいの方が来てくれてめちゃくちゃ盛り上がったんですけど、まあそんなカッピング会をして、その後いただいたコーヒー豆です。まあ、僕らも2023年去年はパトリシアで僕のお店で焙煎したコーヒーをゲストビーンズとして扱ってくれて、めっちゃ嬉しい機会だったんですけど、まあそんな感じで関わらせていただいていて、カッピング会もさせてもらっていて、まあ好きなお店だからこそすごい嬉しいことなんですけど、今回はまあこの僕が好きなコーヒーショップパトリシアの豆を入れていきたいと思います。まあただね、美味しく入れるだけっていう動画なんですけど、豆の個性を掴んで、ちょっとお湯の温度とか引き目とか、あと注ぎ方とかっていうところをちょっと工夫しながら、最大限この豆の魅力を引き出していきたいと思っているので、ドリップのレシピもの参考にもしていただけたら嬉しいなと思っております。というわけで、手元をアップにしてドリップしていきたいと思います。はい、ではですね、僕が大好きなコーヒーショップであるメルボルンにあるパトリシアのエルサルバドルのホセポサーダ、これを入れていきたいと思います。フィルターって書いてあるんですけど、フィルターっていうのはフィルター用の焙煎という意味ですね。エスプレッソ焙煎とフィルター焙煎っていうのがあるんですけど、エスプレッソ焙煎はもう少しこう、まあ、火を通してエスプレッソとして美味しくなるような焙煎、フィルターっていうのは、まあ、ドリップだったりとかバッチブリューだったりっていう、まあ、ちょっと薄めのエスプレッソに比べたら薄めの濃度で楽しむ、ための焙煎という感じで、まあ、基本的にどのロースターもフィルターとエスプレッソ焙煎を焼き分けることが多いかな。僕らもそうですね、そんな感じでやってます。このまずね、缶がめっちゃかっこいいですね。豆がこんな感じの缶に入ってるんですけど、ちゃんと、まあ、紙の筒なんですけど、蓋がこういった金属の缶になっていて、豆が中に入っています。このもう容器ごとずっと保管したくなりますね。いつも、まあ、テンション上がるんですけども、今回これ入れていきたいと思います。レシピは、まあ、豆と粉の比率はいつも通りですね。14g の豆に対して 230g のドリップという感じで入れていきたいと思います。なので 14g 一旦測ります。で、このコーヒーは豆がめちゃくちゃでかくて、ちょっと見てほしいんですけど、これ品種が大粒のパカマラっていう品種なんですね。パカマラはやっぱり特徴的な、フルーティーなフレーバーを感じられる素晴らしいコーヒーなんですけど、パカマラ品種のエルサルバドルです。で、今日ドリッパーは折り紙ドリッパーで円錐形のフィルターで抽出していきたいと思います。はい、では 14g 測ったらシュッと、静電気防止の霧吹きをして引いていきます。引き目なんですけど、今回はちょい粗めって感じですね。このコーヒーは少しねクリアに落としたいなと、透明感を意識して落としたいなと思って、細かすぎず、火も 10.8 バリを V3 の 10.8 にします。これで引いていきます。そして引いてる間にドリッパーとフィルターを用意します。で、お湯をケトルに移して
湯通しをします。そして湯通ししたお湯は捨てて、今引いた 14g をセットしたいと思います。まず香り嗅いでいこう。うん、この濃い、かなりね複雑な甘い香りしますね。ちょっとレーズンっぽいかな、ブドウ系の甘い香りがする。これは結構楽しみですね。このブドウ感は綺麗に、まあ、みずみずしく出したいなっていうふうに思います。で今回はまあちょい粗めで、お湯の温度を少しだけ下げるっていう感じ、88度で入れていきたいと思います。温度下げて、まあ、穏やかで酸味をすごい滑らかかつ綺麗に落としたい、出してあげたいっていうようなイメージです。で、まあ、塩水系のフィルターを選んでるのは、このコーヒーは結構抜けが早いので、ウェーブフィルターよりも、まあ、この塩水系のフィルターでちょっと混ぜ気味でジャブジャブ混ぜる感じで注ぐっていう方が、まあ、合うかなと。混ぜる感じで注げるっていうのは抜けが早い豆に対してはすごい有効で、まあ、混ざることでフィルターに粉が目詰まりを起こして落ちるスピードが遅くなるっていうのを利用して、あえて抜けが早い豆を目詰まりを起こして狙い通りの落ち方にするっていう感じのイメージで、粉が混ざるように注げることで、こう混ざった時にお茶でいうところの茶葉を揺するような感じで、よりこう成分、複雑さとか質感とか抑揚っていうのを出すことができるんで、今回は塩水フィルターで割と混ぜ気味の注ぎで入れていきたいと思います。では、88度でお湯を用意したら、粉全体にまずはざっとお湯をかけて 40g ちょっとぐらいですね。これで30秒蒸らしていきます。はい、30秒経ったら 100g までお湯をかけるんですけど、ちょっと混ぜ気味に、混ぜ気味ってのはこんな感じですね。ざっざっと全体に注いで 100g までお湯をかけます。まあ、混ぜられることでね、まあこう酸と甘さの、まあ抑揚が出てきたり、質感も伴ってくるかなっていう感じのイメージです。複雑さが出てきますね。で55秒のタイミングでまた混ぜるようにして160までお湯をかけます。であと2回かけて230までお湯をかけていくんですけど、あとの2回は今ほど強くしないように、まあ後半ほど成分出やすい状態になってるんで、後半はそんなにジャブジャブしなくてもいいかなっていう感じのイメージです。さっきより少しおとなしめで200ちょっとまで、お湯をかけます。で最後は1分50秒のタイミングかな、そこで230まで、お湯をかけていきます。なんとなく、まあここのお湯の抜け方を見て、あ抜けが早いなとか、あと遅いなっていうのを見ながら、まあ落ち切りの時間、最終的に粉とお湯が接している合計時間が、まあ、2分半くらいになればいいなっていうイメージで注いでいきます。で最後230までお湯をかけて、ドリッパーを軽く揺さぶって粉を平らにして落ち切りを待っていきます。こんな感じかな。まあ、結構これは、抜けが早い豆だけど、対応したような注ぎで美味しく落とせてるんじゃないかなと思います。はい、では今ぐらいかな、2分27秒とかそのくらいでポタポタが収まって、まあ2分半弱って感じですね。トリッパーを外して出来上がりです。日本じゃ買えない、まあ、メルボルンに行かないと買えないんですけども、パトリシアの新しい焙煎機で焙煎したこのエルサルバドルのパカマラ品種、飲んでいきたいと思います。まず出来立ての香りどんな感じかな。うん、かなり甘そう。うんうん、甘いグレープ系の香りがします。これは結構楽しみだぞ。カップに注いで飲んでいきたいと思います。いただきます。うん、うま、すげえな。なんだろうな、結構ブルーベリー、あとブドウ、赤ブドウっていう印象ですね。ブルーベリーが強いかな。本当にね、紫っぽいような果実の印象がします。これがすごい面白い。なんかね、うん、すごい分かりやすく、本当にファンタグレープとかブドウのチューイングガムくらい、うん、本当に分かりやすく、ブドウ感が感じられるな。うまで、余韻にかけてはキャラメルっぽいような、ちょっと溶けかけのドローンと甘さが伸びていくような感じの、キャラメルの甘さが感じられますね。めちゃめちゃうまいわこのコーヒー。いやー、いいっすね。
うん、しかもクリーンだし、このレシピかなりハマったんじゃないかなと思います。まあもう5日1週間ぐらいエイジングしても美味しい感じですね。今日時点でちょうど焙煎してから、まあ、12日って感じですね。2週間ちょっと、2、3週間ぐらいでね、多分飲み頃ピークですね。もう少し寝かしながら、残り飲みたいと思います。超うまくできました。うん、ちょっとメロンみたいな甘さ、果実感も出てきましたね。メロン、まあブドウって言ってもちょっと干しブドウ、干しレーズンみたいな感じかな、とブルーベリー、キャラメルっていう感じの印象です。めちゃくちゃ美味しいです。はい、というわけで今日はちょっとサクッと短い時間でしたけども、僕がめちゃくちゃ好きな、まあ、コーヒーショップの中で言えば世界で一番好きなお店がメルボールンにあるパトリシア。本当に航空券代を払ってでも行く価値がめちゃくちゃあります。本当にすごい店、本当に最高な店なんで、ぜひメルボールンに行く人は絶対にパトリシア、もう着いたら最初に行ってほしいし、毎朝通ってほしいお店です。そのぐらいエネルギーをもらえる素晴らしいお店。その、パトリシアからいただいた、エルサルバドルのホセポサーダ、新しい焙煎機で、ローリングですね、で焙煎したコーヒー、バカマラ品種を今日入れてみました。こんな感じで、まあ僕がお気に入りのコーヒーショップ、もしくはコーヒーがあれば、都度入れ方とともに紹介していきたいと思ってますので、また見ていただけたらと思いますし、ご質問とか、感想がありましたら気軽にコメントまで書いていただけたら嬉しいなと思います。ちょっとね、今日は日本から買えないコーヒーを紹介しちゃったんですけども、まあ、海外のコーヒーショップっていう選択肢を入れると、めちゃくちゃいろんな豆が、いろんなロースターがあって、もうね終わんないですね。ずっと家の棚が豆で埋まっているのと、欲しい豆を買っていくっていうところの、まあ、せめぎ合いですね。毎日うまいコーヒーが、お家に溢れて、そしていろんなロースターのいろんな味わいの表現があって、本当にコーヒーって面白いなとつくづく思います。はい、というわけで、今日はパトリシアのコーヒーを紹介してみました。こんな感じでいろんなコーヒー、いろんなコーヒーショップのコーヒーをね、一緒に楽しんでいけたらと思っております。コーヒーを楽しんでいきましょう。